はい、皆さんこんにちは。今日はね、もう自動車っていうと EV、 もう2030年以降どうすんだいって、まあこういったね、今もう話題の真っ只中にある EV なんですが、まあドイツのね、まあ、EV の代表としてメルセデスの EQA、 それから、まあ、日本のね、まあ、トヨタさんが意欲的に出してきたレクサスの UX、まあ、この2台をね、こう徹底的に検証してみたいと思います。もろにバッテリーの重さが効いてるね。こういう段差越えした時やなんか、これ本当に。ちなみにこいつの車重は1800キロ、うん、いや、もろにバッテリーがね、バッテリーがいい子してるよ。要するにバッテリーの重さが、うん、まあ、しかもホイールベース内で低い位置にあるから、うん、もろにこの乗り心地ってバッテリーだよな。バッテリーのおかげで割と抑えが効いてる感じですか、うん、ただほら結構後ろのブルブルが残るね。ほらバッテリーの重さに今度はボディのフロントフロアとリアフロアのつなぎが、うん、バッテリーの重さに対してちょっと負けてるよね。あ、うん、フロアの構成、つなぎの構成、フロントフロアっていってこの平らから鉱石な、はい、お尻の下に行く、はい、シルからリアサイドメンバーに、はい、受け持つ力が変わるところのつなぎの構造の、うん、いや、トヨタのね、このプラットフォーム大体もともとそうなんだよ。全般的にそういう傾向ありますね。全般的にね、フロントフロアとリアフロアのつなぎがね、うん、遊ぶんだよね。側面衝突で後ろドーンとぶつけられた時に、はい、シルからリアサイドメンバーのシートメンバーの下にあるリアシートクロスってすごい固めんのよ、普通あれまともに固めると固まるんだけど、うん、これなんでこんなに折れてブルブル残るんだろう。ほら折れてるんだよ、こういうところの走ると分かる。フロントフロアとリアフロアの間がこうやって折れが出て遊ぶんだよね一瞬。ああ、もう上になるともうあれだね、30キロから加速した瞬間はすごいグッて一瞬出るけど、もう50キロぐらいからスーッとトルク抜けてくるね。下の加速は結構、ね、そうそう、要するにね、モーター回転がこれがね、おそらく1500回転か2000回転ぐらいなんだよね。そこから行くとグッて、ほらモーターがグッと出て、今25キロから行きましたね。そうで、ほらほう50キロぐらいになるとスーッと抜けてくるんだよ。ほうで、踏んだ瞬間だけこう出るようにさ、ほう結構出ますね。こういう制御入ってんだよ。やっぱりこれ航続距離制御なんだろうな。から先はもうタイヤ負けちゃうな、重さに。やっぱりあれだね、1800キロ、重いっすか。もうベンツで言ったら E クラスの重量にね、うん、この小型車用のタイヤ、もともと重量とタイヤの組み合わせがもう方程式が変わってんのよ。じゃあ逆に言うとね、うん、ベンツの E クラスにこの車のタイヤつけたら一体 E クラスってどうなんだということが、逆に言うとこの車で起こってんだよ。確かに確かに確かに。じゃあやっぱりキャパシティが足んねえんだよ、こうやってやって。ほう、はい、まずこのレクサス UX なんですが、まあデザインを見るとね、空力を追っかけるってよりはやっぱりレクサスのブランドアイデンティティを表へ出すよ、レクサスのシリーズの中の EV だよ、まあ、ここを意識してると思いますね。まあ、正直言います、空力的にオープニングの処理から空気の流し方、それからこういうリアのね、ホイールハウスの巻き込み、それからまあ後ろもそうなんですが、こういうオープニングのこの角の処理、こういったの含めて、じゃあその電気自動車だから EV だから空力を追っかけてるかって言ったら、正直言います、空力の技術エッセンスを追っかけるよりはやっぱりデザインとレクサスのイメージを追っかけるよ、これに重点が置いた車だと思います。まあ実際見て乗ってみますとね、レクサスの考え方っていうのはやっぱり予想した通り、まあハイブリッドがあったりガソリンがあったり EV があるってバリエーションの中で、車の中の一つのバリエーションとして捉えていて、 EV だから特別の EV 演出しようと、こういう車作りはしてませんね。まあ乗ってみてハンドル切っても、まあ乗り心地を見てもやっぱり基本的にはハイブリッドレクサスの
単なる EV 版、置き換え版というこういう感じがします。であとちょっとこの車で気になったのはね、やっぱり皆さんこれ見るとね、あ、コンパクトクラスかってこう思うんでしょうけど、実際には乗っかってるバッテリーの重量なんか見ると1800キロ、まあ1700キロから800キロの間ぐらいにあるよ。逆に言うと大きさはコンパクトでもタイヤやブレーキにかかる負荷はメルセデスで言ったら E クラスと同じぐらいの負荷とこう入るわけですね。その時にじゃあ本当にこのタイヤサイズとブレーキサイズでいけるのかい、あのこういったところはもう少しこう見つめ直してほしいななんて乗った感じではしますよね。やっぱりこうフロアの合成にしても、まあ、ハイブリッドと共通のプラットフォーム使ってますよ、ハイブリッドと共通のブレーキタイヤユニットですよっていう、そこへ EV のバッテリーを乗っけました、重心高が低くなって車のパッケージとしての慣性力と運動性バランス良くなりましたよ、だけど共用品を使ってる分だけ今度跳ね返りが出てきますよ、やっぱりこれがこう乗ってて感じられちゃうって部分がありますよね。まあこのエンジンユニット見てもね、やっぱりあのメルセデスとトヨタって全く逆の考え方ですね。メルセデスはモーターとね、あのギアボックスを合体で一体に作って、頑丈に一体なものを作って、ディーゼルよりもすごいエンジンマウントでマウントして、本体の剛性とマウントのスペックでこう静かさを作ろうとしてるんで、対してこれ見てみると分かるんですがね、むしろこう全体的に一つのモーターやユニットを乗っける、こういうサブフレーム的なメンバーを作って、この上にポッ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 ってこうフレームの中に部品を乗っけていくよって、むしろこういう作り方してるわけですね。あの全くモーターミッションをガチッと作って、しっかりしたエンジンマウントで滑らかで静かで合体のあるものを作るんだ、いやそうじゃないって、フレームを一つ作っちゃってエンジンルームの中に、そこに部品をポンポンポンって乗っけて止めていっちゃうんだ、まさしくこの同じモーターを作っても車に乗っけても思想が全く逆ですよね。あのおそらく原価だとかからいろんなバリエーション対応はこっちのがやりやすいと思うんですね、まあ、ただ本当に上質で草案と落とし印がこう滑らかに一体になるっていうんであればベンツ方式だと思うし、まあ、こういった EV の車への乗せ方一つ見ても各会社のこう考え方の違いが如実に出るよ、これがやっぱりこれからの EV のまたもう一つの面白さですね。なあこれは何にも GLA と変わらないね、極端なこと言うと、これほうこう滑らかに切った瞬間さ、何この感覚ほとんど変わってない、ほうブレーキの操作感もほら何にも変わってない、いやこうやって違和感なく乗れるっていうのはまた一つの魅力だね。だからこう SUV 風で背高くても背の高さって何も感じねえよ、これバッテリーの重さが下にあって、ハンドルもこう素直だな、動きが後ろの残りが全くない、ほらいやこれ航続距離さえ心配しなきゃ長距離やったら下手なガソリン車より楽だよね。ああなるほどね、うん、あの精神的にはね残りの電流見ながらあのそれがきついストレスだけど、ね、うん、車自身で見たらこれこんなので高速道路120-130で走っていったら楽だよね。あの立ち上がりはトヨタの方が急激にグッてトルク出る ね、こっちのがいや だからといってこれ踏んだ瞬間は出てなくてその後じわーって上げていくんだね、うん、楽しいのはきっとあのトヨタのああいう味付けのが楽しいんだろうし、そうそうレスポンス感もあるね、うんうん、でも上質さはこっちの方の味付けのがあるんだろうね、うんうんうん、いやトヨタあの踏んだ瞬間ポンと出るじゃん、うん、あれある種電気自動車の楽しさかもしれないよ、うん、ガソリンみたい間違いいらねえよと、うん、ところがこの車はねこういったのなんだけどね、あのマイルドハイブリッドみたいなこういう、あ、はいはいはい、ちょうど一瞬間を持たせてから
こうグッてトルクが乗ってくるよみたいな、ちょうど 48V モーターでアシストしながらエンジン回してる、はいはいはい、あのこう立ち上がり加速感ってよく似てるよねこれ、うん、だからこの電気自動車の味付けをどっち持ってっかなんだけどね、まあ、これだけ音が静かで乗り心地が良くて前後の動かすバランスも合わせて、うん、やっぱり電気にしかできない上質、あのクオリティの高さっての追っかけるとベンツとしてはこういう味付けなんだろうね。あ、そっかそっか、うん、車全体の雰囲気作りと合ってるもんぴったりと。だからほらロードノイズがよく抑えてあるでしょう。あ、確かにね、うん、本当にロードノイズのザラザラ感がどこにもないよね。それからほらあのエンジンマウント見た瞬間、このほらパワートレインからモーターの嫌な高周波音も何にも出てこないというこの上質さ、これは電気だからもうこの至極の世界に入れるよっていう一つのさ、いやだからガソリンエンジンよりもエンジンマウントに金かけてるよねこれ。うん、でもこれがさやっぱりその電気自動車とは何ぞやというさ、こういう一つのさ上質な世界の答えだよな。はい、あの乗ってみましたけどね、やっぱり本当にあの EQC と同じ EV にしかできない上質なハイクオリティな車、あこういう世界をやっぱり追っかけてるんだなと。 EV だから実現できる世界ですね。まあ、あのこの外観見てもね、あのまずこれ空力で考えてきてますよね、まあ、エンジンルームに風入れなければその分だけ空気抵抗少ないよ、それからこっから空入れた空気はこっからきちんと吹き出して絶対に巻き込まないようにし、なおかつこのねホイールリングもね、実はこれ僕20年前にグループ C カーで使ってるんですね、真夏の鈴鹿だとかそういうとこで使ってるんですが、まあ、この吹き出す風、それから実はタイヤとフェンダーやバンパーの間ってここは確かに隙間空いてますが、ここは一面上でピーってきれいに通して結構空力をきちんとやってるな。それからこの床下がフルアンダーカバーで本当にものの見事にきれいに床下整理をしてるな。あの空力に関しても一見空力と関係ないようなデザインなんですが、要所要所はものすごい技術をいろいろ織り込んできてるな、あのそんな感じがします。あのガソリン車と違って電気自動車だからできる静かさと滑らかさ、例えばこのエンジンマウント見てください、これはもうガソリンやディーゼルと比較にならないこの凝ったエンジンマウント、まあ、モーターでトルクがあるもんだから徹底的に前後トルクに対してトルクロッドで取るよ、静かさのためにこうしっかりした流体マウントを含めてマウントやってるよ、これミッション側もそうですがディーゼルエンジンよりもはるかに凝ったエンジンマウントでマウントしてきてるよ。単純に考えると、いやモーターで振動もねあの音もないんだからエンジンマウントって楽でしょって言いながら、これをもっと究極まで詰めようと、 EV にしかできない世界を求めるってやっぱりこういう世界なんだな、あのこういう感じがすごくします。からエンジンルームがすごくこう電気のコントロール系がまあ向こうの床下に入ってますけど、すっきりときれいにこうまとめられてる、この辺も EV のこう全体のパッケージングの思想っていうのがあのやっぱりこう日本の車とは全然違うな、あのこういうところがこうあると思います。やっぱりメルセデスの目指す、今までのガソリンエンジン作ってきたよ、ディーゼル作ってきたよ、じゃあ今度 EV 作った時には EV しか作れないメルセデスっていう新しい姿を訴求する、やっぱりこのメルセデスの EV のこれからの進化っていうのはやっぱり正直言うとちょっと楽しみですよね。